皆さんこんにちは、蝶の舞です。今日はあなたを貧困に貶める、絶対に付き合ってはいけない人種についてお話しします。よくね、付き合う人を変えなさいって言われると思うんですよ。年収を上げたかったら年収の高い人と付き合いなさい、ね、成功したいんだったら成功している人と付き合いなさいというふうに言われると思うんですけど、まさにその通りで、あなたの周囲の人たちの7人の年収の平均が自分の年収になると言われています。もちろん年収が高いだけがいいことではありません。ですけれども、貧乏よりは、貧困よりはお金があった方がいろいろなことができますし、人助けもできるわけですね。なので、ないよりはあった方がいいというのがここになります。なので、明らかにね、あなたが貧困に落ちていくような人たちとの付き合いは立った方がいいんですね。で、じゃあどういう人たちとの付き合いを立った方がいいのかというと、今この日本においてはずっと今の生活を何もしなければ継続できるっていう社会ではなくなっています。何か行動を起こさない限り、何かしない限り、今の生活っていうのはどん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 自利品に下がっていきます。何かしてやっと横ばいで、ものすごくたくさん何かした人だけが上向きにいくというような社会構造になってます。というのも、ライフスタイルのチェンジ、もう明らかに今までのライフスタイルが通用しないような次の世代に行く過渡期だからです。なので、あなたの周りにいる今までのやり方とか過去の習慣とか、それから常識とか、そういったものを押し付けてくる人、あなたが何かチャレンジしよう、新しいことをしようとした時にストップする人、これは絶対に付き合っちゃいけないんですよ。で、そうなってくると難しいのが家族なんですね。あなたの足を引っ張る、あなたが新しいことをしようとするときに心配して止めてくれる人っていうのは、あなたの親御さんだったりご兄弟だったり、まあ、家族が多いわけですよ。結婚している方だったら奥さんだったり夫だったりするわけです。で、この人たちとの付き合いを絶対に、もう貧困に落ちるから付き合いを断つっていうのが皆さん難しいから、もうあえて一緒に貧困に沈んでいこうっていうことで、覚悟を決めてるのかな、わかんないけど、そういうふうになっていくわけですよ。で、私はそこはもう心を鬼にして、もう親であろうと配偶者であろうと関係を断つべきだと思うんですね。あなたが何か新しいことにチャレンジしようとした時に止める人、とにかく止める人との付き合いを断つべきだと思うんですね。で、なぜなら家族っていうのは血のつながりがありますし、絶対に一回立ったからってもうそれでそれっきり終わりになるものじゃないからです。あなたがもう貧困に落ちないように全ての準備を整えて成功の階段を上って裕福になってから、そのご家族を、貧困に落ちていったご家族を助けてあげるっていうことでも全然遅くないと思うんですね。なぜなら、あなたが新しいことをしようとするとき止める家族は必ず貧困に落ちていくからです。今の時代ね、そういう構造なんですよ。あなたが貧困に落ちて、一緒に行った時にね、家族をじゃあ助けられますかって言うと、一緒に落ちちゃってるんだから助けられないでしょ。あなたが夫や妻を助けたい、親を助けたいと思うんであれば、今心を鬼にしてこのあなたの足を引っ張ろうとする、意図的にはないんですよ、心配してですけども、あなたのチャレンジを止めようとする人たちとの付き合いを断ってください。そして孤独になってください、一人になってください。何か成功を収める人っていうのはやっぱりね、孤独なんですよ。一人で決意してやっていこうっていう人がほとんどです。やっぱりね、周りに甘える人がいるとなかなかね、上に登っていけないんですね。なので関係を断って、排水の陣って言いますけれども、全て逃げ場をもう立ってください。逃げ込む場所がもうないと、もう成功するまで帰らないよっていう宣言をして関係を断って出てきたら、もう成功するまで会えないじゃないですかっていうぐらいの覚悟を持って、そういう人たちとの関係を切らないと。
あなたも一緒に貧困に落ちていくことになります。何も新しいことにチャレンジしないで今の状況をねずっと続けてたら必ず貧困に落ちていきます。貧困に落ちていいことなんてありますか？それでも家族が一緒なら幸せだよって言うならそれでいいと思うんですけれども、食べるものもないとか子供を学校にも行かせられないとか靴も買えないとか、今ね6人に1人が貧困の子供でね、子供のな6人に1人がですよ、歯医者さんに通えなくて歯がボロボロ、お医者さんに行けないから風邪ひいてももう薬も飲めないし寝てもられないと、学校の給食費が払えないという人が6人に1人ですよ、いるんですよ。そういうところに落ちちゃってからじゃね本当に遅いので、今のうちに、今足がかりが何かしらあるうちに貧困に落ちないように、そういうね心配する家族や何にもできないただ止めるばかりの人たちとは関係を断って、あなた自身が立ち上がって、そして覚悟を決めて上に上がるぞと、貧困から抜け出すぞと、救い出すぞという覚悟を決めて上に上がって、ある程度裕福になって豊かになって家族を迎えに行くというような考えを持たないと、このまま一緒にずるずると貧困に落ちてしまうと私は思ってます。私は覚悟を決めていつも背水の陣で、逃げ込むところもないし、帰る実家もありません。そして、結婚しましたけれども夫の収入は全く1円も当てにしてません。私は自分自身の力で、心臓病の子供の手術費、まあ1回1億円かかるよと言われたのが何回起こってもいいようにいつでも、稼げるように本当に背水の陣で祈ります。あなたもそれぐらい真剣に考えなければ大事な人を救うことはできないんじゃないでしょうか。チャンネル登録はこちら。他にもインスタやツイッターやってますので、ぜひ登録してください。ご視聴ありがとうございました。